のでよろしくお願いします。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。髪はキャポニーテールです。ここ全部巻いてたけど踊ってたら取れました。外を歩いてるときは平気だったの。雨でも平気だったんだけど、でも踊ってたらダメでした。踊るのはダメらしい。ハートありがとうございます。今日の雰囲気素敵、ありがとう。10月26日からお客さん入る。あ、そうなんだ。もう1ヶ月後ぐらいじゃん。と、いいですね。ハートありがとうございます。なんかさ、歌唱力がどんどん締まってきてるわけなんですよ。で、さっきさ、テレビたまたまつけてたらさ、カラオケのやつやっててさ、すごいなって思った。なんか勉強になるかなって思って見たけど、すごすぎて、もう次元が違いすぎて、もうとにかくすごかった。だるまありがとうございます。今日は歌も歌いました。練習、歌唱力の練習。めっちゃ久々に歌った。いや、でも一回ブログの日かなんかでやったか。本当にすごかった。前とかも次元じゃない。なんかもうよく分かんなかった。わかんないのに最後にもっとラスボスの人が出てきて、なんかもう意味わかんなかった。こんばんは、こんばんは。聴力、生放送あるの？え、わかんない。どういう放送の感じなのか全然わかんないです。前回どうだったっけ。まあでもどうなんだろう。ラスボスだよ、本当にすごかった。いや、でもなんか普通に最後の残った2人もすごかった。予選録画だったっけ、わかんない。なんか審査がどっちにしろ生だとしても、なんていうの、収録だとしても、歌う方はどっちにしろ撮っておくものなので、歌はどっちにしろ
審査とか放送は生だったとしても多分歌は撮る収録だと思うので、だから分かんない、放送は分かんない。5番ありがとうございます。なんかね、いまだにね、地方の番組っていうか、なんていうの、なんかよく分かってないんですよね。普通のなんか難しくないですか。どこもちょっとなんか分かんないんですよ。地方のテレビの仕組みがまだ私には分からない。歌唱力関係ないけど、なんかどの番組がどの曲のやつで放送されてんのかとか、なんか難しい。だからあの都内とかで泊まりでこうお仕事とかあると、ホテルでこうテレビつけたりすると、なんか関東とかだとテレ東とか、まあなんていうの、なんちゃんで何の番組がやってるかとかは分かるので、なんか安心します。まだ慣れない。ハートありがとうございます。また来た、ハートありがとう。なんかさ、今日帰りにプリン買ったんだけどさ、配信終わったらさ、ちょっとまだ、いやでもやることあるんだけど、やることやりながらプリン食べようか、でも夜だからやめようか、めっちゃ迷ってる。ダシチョバですよ。マジであんだけ千葉県民でディズニー行ってて、もう行き飽きたぐらい行ってたのに、最近行かなさすぎて行きたくなってる。もういいって、疲れるし、めっちゃ行ってるしっていうのがもうない。行きたい、普通に新しいところ入ってみたい。やっぱ食べるべきですかね。とりあえず食べてからは多分それはとりあえず一口食べたら最後まで食べることになると思います。でもこの後もまだちょっと私やることあるし、まあ食べて頑張れるならいいか。本当にね、なんか友達とかにもディズニー行こうって言われてて、関東とかの友達にも。でもさ、やっぱこのお仕事、いつ急にお仕事が入るか分かんないから、本当になんかギリギリで連絡をいただくので分かんないんですよね。だからその予約系、予約しないといけない系のところが本当に
もうね、一番最近だと日向坂さんの映画のチケットを取ったけど、前日の夜にもろの時間にお仕事が入って、しかもそれ押して結局また持ち越しみたいになったんですけど、わかんないからさ、難しいよね本当に。ディズニー今チケット早めに取らないと入れなさそうだし、だから遊ぶとかあんま友達と予定立てるとか難しいよね。キャンセルできるところだったらいいけど、できないところだと難しい。あ、10分ぐらい経ったかな。終わりにしようかな。でも本当にさっきのカラオケのテレビとか見てると、ああ歌唱力頑張んなきゃって思いますね。ハートありがとうございます。アイドルとか芸能人本当大変。でも大変、なんか私は意外と多分なんていうの、自主練を仕事に入れるのかどうかで変わってくるけど、普通のなんだろう準備とかが多いから、それ含めちゃうとやっぱ多くなっちゃうけど、でもなんか普通に働いてる人よりも全然働いてるないと思いますなんていうの、難しい、言葉にするのが難しい。よし終わりにするか。みんなありがとうございました。バイバーイ。プリン食べよっかな。バイバーイ。